ははいいさんバイデマイマドー、はい、パーマねもう最近はキャップ使わないねうちもねあのう奥から2番目の席だとちょっとエアコンの風がね強いからタオル乗せておくあの気化熱防止するのにねもうキャップ自体は使わないねきったねからただねやっぱり風が強かったりするとね気化熱で頭が冷えてね風邪ひくとかってあるからねそういう時はやっぱり考えないとね あの毛染めの時もそうだよねあのキャップ巻かなかったからなんか風邪ひかれたって言われるとねこれも何回も言う話だけどねそういう意味じゃキャップってのは必要だよね昔ねあのコールドパーマが始まった時っていうのはエアコンがなかったから美容室ね扇風機ブン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 回してたからねだからやっぱり乾きやすいからキャップっていうのは必要だったのかもしれないよね。 まあ、パーマーかける時はねあのキャップがあるとかねとかあのそうじゃなくてもっと違うとここだわった方がいいよね。ロットの太さと使う薬ねもう10分でかかるぐらいに設定しておかないとねやっぱり10分でかかんなかったら大体もうかかんないねつけまきの場合はね。 完全なドライで巻いたことはないけどね、ドライで巻いてね、一液をつけてね、そしたら15分ぐらいまでかかるんかな、あのよく千代栗五さんとパーマのなんか表を見ると、15分ぐらいからなんか,かかりが穏やかになっちゃうんだよね。で、ね、最初の15分ぐらいまでがしっかりかかるっていうの だから15分超えて、まあ、ちょっと緩いなと思ったらもう終わりだよねやっぱり薬今こうやってつけ終わってねその時すぐにタイマー入れないとねストップウォッチでねでストップウォッチは止めたらもうダメパーマ液のね基本的な使い方ねこれ美容学校はきっちり教えてないのかなあの袋の裏側に書いてあるんだろうあの通りだよとか言ってもねちょっと分かんないと思うんだよね美容学校の先生がねその重要性を理解してないとね パーマ液は、まあ、1液と符をねつけまきの場合は15分20分置いたらもうそれ以上かかんないと20分以上置いてもかからないとそれはちゃんと美容学生に教えないとねで中にはね美容学校の先生現場に出てねちょっとやったような人だとね15分でかかんなかったらもう一回1液つけりゃいいんだよってそれもなしだからねパーマ液っていうのは不思議なもんでねもう一回つけてもかからないからね、まあ、この辺は大事なことだから何回も何回も言ってるけどね ゆで卵をゆでる時のお湯をね、もっと早くやろうと思ってお湯の量を増やすようなもんだよね。でも出来上がるものは一緒っつの。パーマのことをね語れないっていうのはやっぱり美容学校の先生がねパーマンかけたことねえんじゃないの？<laughs> 大半の美容学校の先生がまあ、現場をやっている美容学校の先生だったらまあ、知ってると思うけどね。 あと国家試験はねペーパー折ろうが折る前がねどうやって巻こうが構わないけどね現場はねやっぱり折って巻くことができないとね両方使いじゃないとね折る折らないを使い分けられる美容師じゃないと現場じゃ使い物にならないよね今動画でやってるようなおばちゃんパーマねこれはもう襟足の方はもう絶対にペーパー折らないとねもう巻けないから下巻きはもう折らないと巻けないよね細めはね。 まあ、プライドが高いね負けず嫌いの病院さんだとね折れないでも負けるもんってね、まあ、折らないでも負けるけどあんたそういう巻き方でワインディング楽しいって聞きたいよね <laughs> 多分ね目が点になってね口とんがらかして巻いてんでしょになるというかもうマジで真剣になって巻いてんでしょ一本も失敗しねえように余裕がないよ余裕が <laughs> やっぱ 余裕で巻いた方が楽しいよね <laughs> はいお疲れ様でした